皆さんこんにちは。お盆マーケットに晩酌のつまみを買いに来ました。ここはセブ・マクタン島ラプラプ市のオポンにある公設市場、通称メルカド、オポンマーケットです。マクタンで一番大きなマーケット街です。肉、魚、野菜類など何でもローカルプライスで、デパートやスーパーより値段が安く、庶民の買い物客でいつも賑わっています。同じものが売られていても店によって値段がバラバラで、欲しいものがあればまず値段を聞き回るのが先です。価格は 1kg 表示で欲しい分だけ量り売りです。また値上がりしました。あ、良さそうなマグロがありました。セブで売ってるマグロはおよそ際田マグロです。これいいですね。高いけどマグロの刺身を食べたいから買います。ほら、こっちの方が20ペソ安くて品がいい。これバカシー、ウツボの小さいやつ、スープにすると大変美味しくて精力がつくそうです。これアサリに似ているけどあまりうまくない。
たまにはソフトクリームでも食べてジープで帰ります。ソシアルディスタンスはどうした？ジープは乗れるだけぎゅうぎゅう詰めです。はい、これはおとといオポンマーケットで買ったツナです。キワダマグロ。マグロは 2,3 日冷蔵庫で寝かせると熟成して美味しくなるそうです。でも昨日味見のつもりで少し食べちゃいました。美味しかったです。では刺身と、ステーキにします。血合いの部分を取っちゃいます。皮も剥きます。2枚切っちゃいますね。うん、いい色ですね。はい、ステーキ用のツナです。胡椒ですね。塩、これ岩塩です。刻みニンニク、おろし生姜です。ニンニクです。おろし生姜です。残り汁にトマトを焼きます。はい、実食タイムです。まずビール。毎晩の晩酌楽しみだな。では刺身いただきます。なんだよ。昨日よりも味が良くなってます。ねっとり、マグロのねっとりすごい美味しい。それではマグロのステーキもいただきます。これサラダなんですけど、サラダオイルがなかったのでカラマンシーと塩を振りました。すごく美味しい。おとといのマグロ400、1キロで400ペソって言ってましたね。
で買ったのが300ペソ分です。780円ぐらいかな。で昨日と今日2日にかけて食べちゃいました贅沢ですね。マグロのステーキ美味しいです。うん、贅沢だな。今日も最高ですね。皆さんもいかがですか。ここはセブンのマクタン島です。ではまた明日。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。セブ島のローカルな日々の生活を動画にしています。このローカルな暮らしの続きを見たい方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。このブログの参照も貼り付けしてありますのでどうぞご覧ください。アプリ完成。